それでは皆様、お待たせいたしました。いよいよ受賞者の発表となります。今回はお二人の方が受賞されました。ご紹介してまいりましょう。20代の受賞者の方はこの方です。モデルの大石美月さんです。ではまずは表彰状の授与となります。大石美月殿、あなたはうるおいすっぴんミューズ2015において厳正なる審査の結果、うるおいすっぴんミューズに選ばれました。日々自分のお肌と向き合い、努力を楽しむ前向きな姿勢と、そのうるおいに満ちた美しさをたたえ、ここに賞します。平成27年8月4日、日本すっぴん協会会長、岡本静香、おめでとうございます。おめでとうございます。では、続いて、ティラモンティラモンが入ります。どうぞ、大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。まずは岡本会長、はい、大石さんの選考理由を教えてください。はい、大石さんは前からすっぴん協会に何度か出演していただいてるんですけれども、インタビューするとすごくストイックなんですよね。美容も運動も全てに対してストイックなんですけれども、本人とお話しすると至って無理してないんだよっていう、楽しんでやってらっしゃる姿、本当に自分の心地よい美容を見つけているっていうのが、自分の美容スタイルを作る上で大事なことだと思ってるんですけれども、そちらを本当に体現してらっしゃるのが素敵ですね。はい、あとは新婚さんでいらっしゃるんですけれども、浜松に拠点を移されて、はい、浜松と東京の往復という忙しい毎日でも、その中でね、お料理を旦那様のされたためにされたりとか、新しい生活の中でも自分の楽しみを見出して、こう美容も全てこう新しいものにっていう、こう変化させているところっていうのも、また最近お話を伺って素敵だったので、この度選ばせていただきました。さあ、そのような選考理由があったということですが、まずはご結婚おめでとうございます、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。いや、なんだかこう幸せオーラが漂っているなっていう感じがしますけれども、なんかこうティアラがまるでね、なんかその挙式のシーンをなんかちょっと思い浮かべるような、ちょっと恥ずかしいですね。いや、素敵だなと思うんですが、今ご登場いただいてウォーキングをいただいたんですが、すっぴんで今日はお越しいただいたということで、なかなかないですよね。いや、初めてです。すっぴんでなんかやっぱイベントとかはやっぱ今までないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこう新鮮だなと思いながら見させていただいたんですが、もちろんメイクをしていただいたお写真もご用意させていただきました、はい、こちらです。さあ、ということで、本当にこうすっぴんお肌の状態が本当に潤っていらっしゃるなっていうのが、こう間近で見てもすごい分かりますので、嬉しいです。いや、メイクしてもすっぴんでも美しいなというのがすごく感想なんですが、なんか実はリハーサルの時潤いすぎてしまっていて、ちょっと抑えたぐらいなんですよ。すごいね。スキンケアのそのクリームをちょっと抑えたぐらい、もうプルプル、はい、すごいなんかね、やっぱテカるじゃないですか。ちょっと抑えておこう。潤いっていうのはね、なんかこう得てしてこうテカリにも見えてしまったりもするんですが、力の潤いが素晴らしいです。嬉しいですね。いや、こう中から潤っていらっしゃるかと思うんですが、そのあたり今回は美容術もちょっと教えていただけるということですので、楽しみにしております。後ほどまたよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、では今のお気持ちを
聞いてなかったですよね。あの聞かせていただきましょう。そうですね、やっぱりこう私もともと本当地黒 でやっぱ夏になると今みたいに焼けてるんですけど、そうだからあの結構肌にコンプレックスを持っていたので、うん、本当になんかこうやってこんな風に表彰していただくと本当にちょっと自信が持ててすごく嬉しいなと思うんですけど、やっぱりこう20代後半になってきてね、さらにこうやっぱりスキンケアとかも今までよりも入念に楽しみながらやっていければいいなと思ってるんですけど、まあ、これからもすっぴんかわいいねって言われるように頑張ろうと思います。ありがとうございます。おめでとうございます。おいさんにどうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。